伝えしていきます。Hello everyone! TOEIC 校長しています、マイディアビーコンの内山です。最近 TOEIC が難化してきているという話、皆さん聞いたことありませんか？今日ですね、そんな難化している傾向に対してどういう風に対策をしていけばいいのかっていうのを各パート、こういったことをですね、解説していきたいと思います。最近 TOEIC 受けてはいるんだけど点数が停滞してしまっているという方は必ず最後まで動画を見てください。また今日の動画の最後には新コーナーとして TOEIC パート7の音読に対しての質問に回答しています。そちらが気になるという方も必ず最後まで見てください。それでは TOEIC 難化対策紹介していきます。レッツゲットスタートです。それではですね、難化に対してどう対策をしていけばいいのかという話をしていきたいと思うんですが、まずですね、全パートを通して一番お伝えしたいのが、単語が難しくなっている傾向があるということです。最近のトイックを見ていると、今まで出題されていなかったトピックっていうのが登場してきているんですね。トピックが増えるということは、その分単語も増えてきています。なのでこれから高得点ですね、800、860、900以上を狙っていくとなると、いち早くですね、新しい単語を見てもすぐに意味が分かるっていうようになっていかないと、リスニングでしっかり意味を取れなかったり、リーディングで素早く問題を解けるということができなくなってきてしまうんですね。なので幅広いトピックに対応していくということが大事になってきます。で、特にですね、これまで TOEIC 以外の英語の試験を受験されてきた方というのはここの部分は強いんじゃないかなと思います。例えば英検とかTOEFLであれば TOEIC 以外のトピックもたくさん出題されますよね。で、そこで覚えた単語っていうのはTOEIC に初めて出てきたりしているので、あんまり難しくなったっていう実感がないかもしれません。逆に TOEIC だけ勉強してきたよっていう方は、今まで出てこなかった単語に戸惑ってしまっている方が多いと思うので、海外のニュースサイトの記事を少し読んでみたりとか、英検の単語帳で自分が苦手なトピックの単語を覚えてみたりとかしていただけると、今後その単語ボキャブラリーが増えていって TOEIC の英語を理解しやすくなっていくはずです。まだ初級者中級者の方、600点700点あたりを最終ゴールに設定していきたいという方はですね、難しい単語が必ずしも 100% 理解できなくても問題は解けるんですね。いろんな単語が出てきてしまって、こっちも覚えてこっちも覚えてというふうになると両方ともあやふやになってしまうので、まずはTOEICによく出る単語を覚えるというのが非常におすすめになります。それでは各パート解説していきます。まずはパート1です。パート1はですね、先ほども言った通りに語彙が難しくなってきているんですね。今までパート1に登場してきてなかったものが登場して、それって英語でなんて言うんだろうみたいなことで迷ってしまうようなボキャブラリーが出題されています。ただですね、パート1は1個単語が分からなかったとしても消去法が使えます。なので本番はですね、消去法を積極的に使っていきましょう。本番が終わった後にですね、必ずしも覚えてられないかもしれないんですが、写真をね、少し思い出して、Twitter とかでいろんな人が話してたりもするので、その話を聞くと、あ、こんな写真あったなって思い出せると思います。そこに写っていたものを英語で自分で言えるかっていうね、復習をしていくことが大切になります。あとは方式問題集とかで写真を見て、写真に写っているものの英単語は必ず覚えるようにしていきましょう。続いてパート2です。パート2はですね、もちろん今まで通りに when で時間、where で場所みたいな問題もあるにはあるんですが、ここ最近パート3号の意図問題みたいな、文面ではこう言ってるんだけど違うことを伝えているというようなセリフが登場してきたりします。例えばパート2で遠い音ってありますよね。遠い音の中で Do you think you can do it on your own? あなたは本当にそれが自分自身でできますか、自分一人でできますか、というような質問があったとします。この質問を聞いて、まあ一つはですね、それ本当に一人でできるのかどうかっていう、可能かどうかっていうのを純粋に聞いてるパターンもあるかもしれないですし、あとはですね、言い方によっては少し責めている感じですね。 Do you think you can do it on your own? っていうような形で、本当にそれが一人でできると思っているの?みたいな、できないでしょ?みたいな形で意見を言う、指摘を言っているみたいな形にも取れる文面になります。さらにはちょっとですね、トーンを変えて、
Do you think you can do it on your own? で、一人でできる？その裏には手伝ってあげようかっていうようなメッセージを送っている可能性もありますよね。そんな形で同じ文でも状況によっては次の言葉っていうのが変わってくるわけなんですね。そういった問題っていうのが増えてきています。これはもう普段のトレーニングから一問一問状況を思い浮かべるというのが大事になってきます。簡単な問題だと思っていたとしても、改めて設問と正解を見てみると、あ、これってこういう関係の人が話してるんだな、だからこういう流れになっているんだっていうように、ちょっとね、意外な状況とかもあったりしますので、しっかりですね、そこを分析して本番までに自分のストックを貯めておきましょう。続いてパート3、4です。パート3、4も先ほど言った通りに単語難しくなってきているんですが、プラスアルファで先読みをするがゆえに問題を落としてしまうよみたいな質問が登場してきています。例えば What does a man say he will do on Friday? 男性はフライデーに何をすると言っていますか、というような質問があったとしますよね。この質問を見たら皆さんフライデーという言葉に目が行くと思うんですよね。ただこれをですね、ずっとずっとフライデーフライデーフライデーだけで待っていると、例えば I will go shopping on Friday って男性が言った時に、フライデーを聞いた時点でもう go shopping、 答えの部分を聞き逃してしまっている可能性があるんですよね。なので What does a man say he will do on Friday はヘビーヨルドとフライデー両方とも大事なんだよっていうのを少しね、意識をして先読みしてあげると、フライデーフライデーフライデーばかり意識がいって、前の部分を聞き逃してしまうということがなくなってきます。まあ、ここもですね、難しいんですが、ちょっとね、意識を変えるだけでも変わってくるので、改めてね、先読みの工夫考えてみてください。続いてパート5です。パート5はですね、他の動画でも言っていることなんですが、空欄の前後だけでは解けない問題が増えてきています。文脈をしっかりとって、この文脈だからこれが正解なんだよとか、品詞問題で空欄に一つの品詞が入るっていうのは分かっているんだけど、選択肢に二つ名詞があるから文脈でどっちが正解か判断しなきゃいけないっていうような形で、文法の問題なんだけど文脈も読み取らなきゃいけないっていうような問題が続々と登場してきているんですね。なのでパート5も普段のトレーニングから空欄の前後だけ読んで解くっていうトレーニングもしても全然 OK なんですが、復習の際にはですね、しっかり頭から最後までどういう意味なのかっていうのを意識して読む練習をしてみてください。あとは文脈がすごく大事になる問題、語彙問題とかをですね、焦りすぎてしまって英文を何度も何度も読んでしまう方がいらっしゃいます。そうするとどんどん時間が経ってしまうので、落ち着いてゆっくりでもいいので一回で英文を読むようにトレーニングしてみてください。一回で読めればゆっくり読んだとしても2回3回読むよりは圧倒的に早く読めるんですね。なので自分の理解できる最速のスピード、それがゆっくりだとしても一回で読み切るトレーニング大事になってきます。で、続いてパート6ですね。私が最近受験しているフォームはここまで難しくなってはいないんですが、語彙の幅が広がってきています。 E メールとか求人とかっていうのはある程度展開が決まってきているんですね。その展開を読めれば必然的に空に入る単語とか文っていうのは見えてくるっていうようなことがパート6にはあるんですね。なので公式問題集とか今皆さんがお持ちの問題集をですね、何度も何度も英文読んで展開を自分の中に取得しておくっていうのが一番いい方法だと思います。最後にパート7です。パート7は本当に幅が広くなってきていて、初めて見るような文書タイプとかが出てきたりします。例えば貿易のなんか表みたいのがあって、こんなの見たことがないからどこにね着目すればいいのかわかんないというような質問があったりとかすると思うんで、これどの問題を優先的に解けばいいのかっていうような優先順位をしっかり決めてあげることと、あとは見知らぬ表とか見知らぬトピックが出ても焦らないことというのが大事になってきます。たとえ形や語彙が新しかったとしても、パート7の問題の本質っていうのは
変わらないので、今お持ちの問題集を繰り返し繰り返し精読してあげて、どういうね、パターンで正解選びようになっているのかっていうのを何度も練習することで本番で対応できるようになってきています。あとはですね、単語難しくなってきていると先ほどお話ししたんですが、知らない単語がある状態でも文脈全体は理解できるようにするトレーニングっていうのも心がけてみてください。もちろん精読した後とかはしっかり単語の意味が分かって、何度も何度も繰り返し読んでいただきたいんですが、問題演習の時とかは知らない単語があったとしても、この単語が分からなくても文脈の前後からこういう意味だなって推測ができるよねとかっていうのをシミュレーションしてあげると、難しい単語が出た時にも対策できるようになってきます。以上、パピュパートの難化対策についてでした。語彙が難しいのでそこの強化っていうのが一番メインなところ、あとは語彙が難しくなったらどう対策すればいいのかっていう話でした。それでは最後のまとめです。最後のまとめの前に一つだけお知らせがございます。ピーコ・イングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックに関する情報をまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。それでは最後のまとめです。今日はトイック各パートの難化対策についてお話ししてきました。まず大事なのが語彙ですね。今までトイックしか勉強してこなかった高得点の方は英検とかに手を出してみたりとか、得意者の方はまずは難しくなったとはいえその情報に惑わされずに今必要なトイックの検出単語を学んでいきましょう。各パートの話なんですが、やっぱり語彙が大変なのでパート1とかですね、見知らぬものが写真できたらその語彙を、ね、覚えたりとかという形で徹底的に語彙対策していくと。でパート2はちょっとですね、文脈上の意味だけではなくてその裏の意味があったりもするので、普段のトレーニングで一問一問ですね、どういう状況でどういう意味でこれが正解なのかっていうのを一個一個分析していくというのが大事ですと。で3、4はですね、先読みのやり方ですね。設問文の一箇所だけ、例えばフライデーがあるからフライデーだけをね着目していると音声聞き逃してしまうってことがあるので、彼の行動いつのフライデーとかっていう形で質問のね全体像、何を聞いてるのかっていうのを忘れないようにしておきましょう。でパート5はですね、空欄の前後だけではなくて文脈の理解が大事になってきます。普段のトレーニングでは空欄の前後だけで解く練習もしては全然 OK なんですが、文脈もねしっかり把握するようにしてみてください。でパート6、パート7はですね、まあ語彙がすごく難しくなっているので語彙が分からなかったとしても読み進める練習っていうのも非常に大事になってきます。あとは文章タイプとかがですね増えてきているので、慣れない文章があっても混乱しないとか、パッと見でどこに何の情報があるのか、どういう風に読めばいいのかっていうのを普段から練習しておけると本番でも対策できるようになってきます。ピートイングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックに関する情報をまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。またピートイングリッシュチャンネルではトイックや英検、英会話などの英語学習に役立つ情報を発信しております。今後も英語学習に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価、コメントいただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。さらにトイックや英語に関しての質問はコメント欄にて募集中です。それでは最後の特典コーナーです。前コーナーではこれまでの動画のコメント欄でいただいた質問に回答しています。今日いただいた質問は KU さんからいただいた質問で、トイックパート7の音読は何をゴールに読めばいいですかというような質問をいただきました。以前もですねパート7の音読に対しては質問をいただいているんですが、パート7の音声はそもそも喋る用の英文ではなくて、まあ、読む用の英文なので話すってなると結構大変だったりはします。ただやっぱり自分で返り読みをしないで意味を把握していく練習とか、英文を1回で読んで1回で理解する力を上げていくためには音読もですね非常に効果的なんですね。なので音声にこう追いつくっていうよりは自分でスムーズに音読できるっていうのを目指してあげると非常にいいかなと思います。なので、まあ、オーバーラッピングとかシャドーイングができるようになるっていうよりは音声を聞いて改めて自分で音読をしてみて使えずにできるかどうか、意味を考えながら読めるかどうかっていうところにフォーカスしてあげてください。以上特典コーナーでした。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。 Thank you for watching and I will see you next time. バイバイ。